はい、鴨志田の山崎徳也チャンネル、徳ちゃんです。2023年も、今日で終わりですね。大晦日です。毎年一応恒例の、1年振り返りをね、ちょっとうちのチャンネルの振り返りをやってみたいと思います。今年のね、新年はね、滝ですね。毎年3年前から、3年前じゃない、2年前から、ふんどしのね、正月、年始、新年動画を、アップするのが恒例になってしまっておりますが、今年も新年はね、ふんどし動画から、チャンネルスタートということですね。滝に打たれに行くというのを、やりましたね。今回はですね、アトリウとかね、あとスタジオしるしさんの撮影スタッフも、一緒に同行してくれて、いろんなやじを飛ばしてもらいながらね、楽しく収録させてもらいました。めちゃくちゃ冷たかったんでね、つららができてるぐらい、凍って、まあ、水は流れてますけど、上の方では凍っていたり するぐらい寒い中の収録だったのでですね、いっぱいやじを飛ばしてもらいながら楽しく収録したんですが、冷たすぎて寒すぎてあんまり周りの声が聞こえていないみたいな感じでやりましたけども、そこからね始まりまして、でちょうどあれですね チャンネル自体は、3年になるんですかね。今、登録者数がありがたいことに292人となっておりまして、まあ300人をね、目指していたんですが、もう少しというところで届かなかったですが、まあ今300人近いところまで少しずつ増えてきて、ありがたいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。で、ふんどし動画から始まりまして、今年からのね、新企画ですね。いろりスナックとくやという新しい番組を始めたのも今年になりますかね。最初はね、その三日野原にあります人気のカフェのね、いろいろさんのさよちゃんに登場していただいて、お酒を飲みながらね、いろいろお話をするというだけの企画ではあるんですけど、これね、すごい楽しくて。この企画が始まったのが今年になりますね。で、その後はね、いろんな方がいろりスナック徳屋に出演していただいて、デンマークのコペンハーゲンにあるね、イオっていう日本茶専門店の、オーナーのサイモンさんであったりとか、日本でお茶の販売をされているベルギー人のね、ティアスさんであったりとかに出演していただいて、いろりスナックをね、好評でさせていただいております。で、他にもですね、結構今年はコラボであったりとか、YouTube を通じてこういろんな方を紹介するっていうようなことも少しずつ取り組み始められたかなというのが、まあ少し変化ですかね。和紅茶のね、教室、紅茶教室をされているじゅんじゅんさんとコラボをしたりだとか、あとはですね、大阪の古梨園の方で和食のお店をされている田辺さんと、まあ、対談をしたりだとか、まあ、料理の紹介であったりだとか、あとカトリーヌ
が、乗馬のインストラクターをしている生駒ホースランドさんを紹介させていただいたりだとか、そろばん教室のね、中西珠算教室の中西先生と対談をしたりだとか、そういったね、こういろんな方をチャンネルを通じて、ご紹介させていただくというようなことも少しできたので、まあ、そういったね、こういろんな人とこう関わり合っていくっていう広がりが出てきたのが、まあ今年、まあ、面白いところだなと思っています。で、他にはですね、カトリーヌやあのシャカリキコロンブスマスターを交えて、ノーマ教徒について、まあ実際食べに行ってきてどうだったのかみたいなのをみんなでワイワイやった動画もありまして、これがねめちゃくちゃ収録が楽しかったですね。で、まあノーマ教徒さんについて少しお話しすると、まあ今年の春なんですけど、まあ、世界一のレストランで有名なノーマさんが、定期的にね、本店のデンマークの方じゃなく海外で、その土地の食材や食文化などのエッセンスを取り入れて、期間限定で出店されるというような取り組みをずっとされていて、それが今年は、まあ、日本の京都が舞台となりまして、ノーマ京都が、開催されまして、そこで、まあ、鴨自然農園のお茶もピックアップしていただいて、そこで提供していただいたということで、すごくビッグネームだったので、すごく話題になりまして、でそのノーマを通じてね、海外のいろんな方に僕のことを知っていただく機会にもなりましたので、今年はそういった意味ですごく大きな変化があった年ではあります。で、まあ僕自身はね、10年前に自然栽培というやり方に転換して、でこの10年続けてきて、そういったところでねピックアップしていただいて広く知られるきっかけになって年でもあります。でそれをきっかけにですね、海外から農園を訪れてくれる方もたくさん増えまして、でそういった方をこう少しね動画でご紹介したりだとか、そういったことも少しできたなと思っております。あとはですね、そのもう数年前からずっと続けている活動なんですが、小学校でお茶の授業をさせていただくというような機会もありがたく続いておりまして、そういった企画をですね、まあ、学校の授業の内容っていうのはなかなかこの動画で公開するのが難しかったりするんですが、そういった子どもたちを招いて農園独自の授業をさせてもらった様子なんかを、まあそのこのチャンネルで少しご紹介させていただけたので、まあそういったこともね新しい取り組みとしては面白かったなと思っています。で、あとはね、毎年、軽く報告程度に紹介させていただいているお米作りの動画ですね。今年はですね、山城の品種といいますか、日の光というね、この辺で、開発された品種を今までずっと作ってきたんですけど、それよりももっと品種改良される以前、まあされてはいますけど、もっと歴史の古いものをを作ってみたいなということで、その中でさらに糖質の少ない笹錦を今年は初めて、栽培してみまして、でそういった様子も少し紹介させていただきました。で他にはね、毎年まあちょっとした料理動画みたいなのを
ちょっと紹介させてもらってるんですが、そうですね、今年は、きな粉を使ったねごま担々風つけ麺そばというレシピをご紹介させていただいて、ここね、これはねこのこ数年僕がまあちょっとハマっているそばの食べ方なんですけど、きな粉を使ってね、きな粉と食べるラー油ですね、それを使ってですね、結構ごま担々風の風味になるということで最近気に入ってやっていますが、それをこうちょっとご紹介させていただきました。で、あとはですね、カトリーヌとの飲み比べ、お茶のね、新茶の飲み比べ動画ですね。実はこれは結構うちのチャンネルの中では人気の高いコンテンツになってまして、で、今年のね、新茶を何種類か一緒に飲み比べながら、ここでね、紹介させてもらったんですが、これね、残念ながら、緑茶、日本茶についてはですね、まだ収録できないまま年を越してしまいそうなので、まあ来年にでもね、もう随分新茶からは遅くなってしまいましたが、紹介できればなと思っているところですね。まあお楽しみにお待ちください。あとはね、その今年はですね、そのスタンド FM という、インターネットラジオもね、やってまして、そっちの配信も少しずつやり始めたのもありまして、その音声を、まあ、YouTube の動画にして少し配信させてもらったりしたっていうのも、まあラジオ企画をね今年初めてやってみたんですが、まあなんかそういったこともね、今後なんか広がりがあれば面白いなと思っています。他にはですね、そうですねこれはインスタグラムなんですけど、馬のマスクを使った、インスタグラムでの投稿での連載企画をしまして、まあ、それをもとにですね、今年は絵本を初めて出版しまして、それをまあアートイベント三日の原アートっていうこの地域でのアートイベントでお披露目させていただいたんですが、まあそういった作家として、絵本作家としての活動が始まったというのが、まあ今年の大きな一つの変化でしょうかね。で、まあ去年から始まっている茶畑を使ったアート作品としての、出展も今年もしまして、それをまあ動画にして、僕のお茶作りについての考え方であったりとかを文章にして見ていただくっていう企画を、まあそれも YouTube を通してご紹介させてもらえたので、まあ去年から引き続きの企画も今年もできたなということで嬉しく思っていますっていうような感じですかね。去年より比べて多分公開できている本数はちょっと少ないめになっているかなと思うんですけど、ちょっとね、なかなか編集が追いついてない部分もあって、例えばそのお米作りの草引きのね動画なんかも撮影はしてるんですけども、結局公開がまだ追いついていなかったりとかで、まあ来年になってしまうんですが、そういったこともねちょっと配信の時期は遅れちゃうんですが、まあゆくゆくまた公開していきたいなと思っております。でそんな感じでですね、今年もまあいろんな企画をやってみて、まあ面白い企画はまた引き続き来年もやっていきたいなと思っております。でね、まあ、お茶の方もね、これから引き続き、結構ね、海外に
注目していただけるような天気の年になりましたので、来年からもね、なんかそういった方面で面白がってもらえるような企画をやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。明日はね、2024年になるということで、元旦は12時に、また恒例のふんどし企画をご用意しております。でそこからね、朝の7時半そして12時と今年は3本用意してるんですが、今までのあのふんどし企画とはまた違った趣の作品になっているので、ちょっとシュールな感じになりますが、気に入っていただければ嬉しいなと思っております。はい、では、2023年も1年ありがとうございました。2024年もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。